しくお願いします。少しでも癒されたりすっきりしたならば、それは嬉しいことです。声の素材を作った人、アミ太郎。ごゆっくりどうぞ。花の映像だけでは退屈と思い、音声に大好きな桂三枝さんの創作落語の名場面を入れてみました。果たして合いますかどうか少し心配です。行こうか。しかし高橋のなんや、こなして黙ってこなして歩いとったらな、旗から見たらアホみたいや。あんたの渋い喉聞かしてくれへんか。渋い喉って、よう昔からじじボタンをどどったな。あれ聞きたいな。あれ聞くと心がこくずっと高揚してくるというか盛り上がってくんね。頼むわ。いや長いことうとてへんからな、覚えてるやろか。いやうとてるうちに思い出して、頼むわ。そうか、ほんなら銀ちゃん歌わしてもらうわ。ギリと人情を、何やったかな。えらい早いことつまずいたな。もう忘れてんの。それ忘れて、義理と人情ふんふんふんかけりょうやね。ね、この頃物忘れが激しいてな。ちょっと待てや。義理と人情ふんふんかけかけるもんてなんや。ソースか。ソース、そうやね、わしな目玉焼きなんかソースピャーかけてな、周りのばあさん連中から怒られんねん。あんた食べてからかけたらどうや、何でもピャーってかけんのはな行儀悪いで言われんねん。ソースよ好きでかけんねん。ああそう、ギーと人情にソースをかけ、ソースやないでこれ雰囲気的に。他にかけるもんというとボールペンかな。ボールペンな、ギーと人情ボールペンで書けばギリはこう書いて人情はこう、違うな。書けるもんやね。他に書けるもんは生命保険かな。ああ保険な、ギリと人情に保険をかけ、いや違うでこれ。いや他にかけるもん、かけるもんな、何かな、茶碗がかけるけどな。茶碗と違う、メガネはレコードもかけるけど、かけるもん考えた多いな。わしな小学校でかけんのは早かったんけど、違う、若い時はよう博打で金かけたで。あ孫の手どうや。孫の手やったら背中ようかけんのやけど。いや違うな、あんたあのかけるもんやね。あんたがようかけるもんは振り玉かな、のり玉、のり玉やね、あの振りかけのな。のり玉、のり玉はようかけるね。あの振りかけにあったやろ、卵もようかけんねんけど。水はどう、何でも言うてるうちに思い出すのちゃうの。ああそやな、ほんなら水でやってみようか。ギリと人情にお水をかけや、水かけ不動に願かけまする、早く立派な板場になりや、拝む恋さん宝禅寺、
月も泣いてるからにしぼたん。なんとの王様だな。こんな感じやったと思うわ。そうやな。山本譲二さんの公演を見に行きましてね、山本譲二さんの歌を聞いたんでございますが、男の人の歌は愛の歌の方が一途でございますね。俺にはお前が最後の女、俺にはお前が最後の女。なんかね、もう俺にはお前が最後の女、もう本当に一途でございます。女の人の歌を愛の歌は、まああんまりこの一途という感じしませんですね。さつきみどりさんの歌、お暇なら来てよね、私寂しいの、暇やったら来てもええでいう感じ、忙しいでも来いというような感じじゃないんですね。男の方が、俺にはお前が最後の、もうええんですけどね。いややっぱりこの考えますと、男の方がなんかこうメソメソしてる感じでございますね。男は男らしい、女は女らしいというのがありますけども、男の方がなんかめめしい時があるような気がいたします。3年前でございましたが、私、青森に行きました時にね、この青森からの帰りの飛行機は止まらなかったんでございます。雪で、で三沢まで電車に乗ってくださいって言われて、電車に乗ったんでございます。青森駅のね、電車というのはなんとなくこう暗い感じがいたしましてね。青森駅というのは青森の港の横にあるんでございますけども、午前何時頃でしたですかね、8時前ぐらいでしたでしょうか、ガラーンとしておりましてね、あれは日曜日でしたですから、ガラーンとして、私一人だけでサンドイッチかなんか持って、こう牛乳かなんか持って飲もうと思っておりましたらね、女性の方が窓際に座っておられたんです。この人がなんかこう窓の外を見てるんですね。ああ、なんか男を待ってるのかなと思って、私はなんかそれが映画の素晴らしい一場面のような感じせいしたね。暗い車内、そして向こうにはしんしんと降る雪ね。ほんなら発車のベルがトゥルルルとなって、電車がガタンガタンと動き出したら、そこへ男性がザーッと走ってきたんです。そうすると女性パッと立ち上がって何か言うてるんでしょうけども、窓ガラスがありますから向こうには伝わりません。男はね、言うてね、うわーっと男は泣いとるんです。女性はプルプル泣きながら、青森駅は行った方はご存知でしょうけども、左の方へカーブしてるんですね。電車がガタ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 、私も映画の一シーンを見るような感じ、こっちも感動してじーんとこう見てたんでございます。そうすると男がプルプル走ってきてね、ホームの一番先のところまで来て、手をねちぎれっばかりふぅって、ほんとにそう泣きながらガタンガタンガタンと回りましてね、男性が見えなくなった途端に女性は座ってホタテ弁当を食べ出した。この時に私はね、女性は計り知れないものがある、今泣いてたんですよ。あっ、泣いてて、ハッと、もう見えなくなった途端によっぽどお腹がお好きだったんですよね。ホタテ弁当をこう食べて、私の方は胸いっぱいでサンドイッチが食べれなかったんです。私の方は、ああ不思議なもんでございますね。ああいうような、ああ女性はそういうふうに切り替えっていうんですか、それでもそういうような、ああ純真な時があるんでございますね。涙をこう、それとまた食欲は別なんでしょうけども、それでもハッハなんていう時がね、それが結婚して10年たち20年たち30年40年変質していくわけでございます。さよなら、おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。